どうもタブヤンです。ゼルダの伝説時のオカリナ続きやっていきたいと思います。炎の神殿で前回コンパス取りましたね。さあやっていきましょう。さあ、3階まで戻ってきました。あそこにね扉あるんだよね。いけんじゃないかな。あ、襲ってくるやつね、これ。怖い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 。いたー。ここダッシュで飛べばいけんじゃ。おお、いけた。こっからどうやって行く？向こうに。え？これこの上に乗ったらさ、あれなんじゃないの？おっと。怖い怖い怖い。痛い。ほら、どうなってんだこれ。開いたー。ここ飛んだら届くのかな。届く。でこっち向いてこっち飛べば、あー、ミスター。痛い。こっちからこういったらいけるね。でどこだ。こっち飛んだら届くのか？あ、違うな。痛い。どこだ？お、ここ乗って。あっと、この上は乗れないか。フックショットとかでどうだ？やめろ、間違った。危ない危ない危ない。どうすりゃダメージ受けないんじゃなかったっけ。うー、怖い怖い怖い。いやいや無理。剣振ってたらダメージ受けないとか言ってたよね。よいしょ。どこだ。この柱は登れないんだよね。なんか顔をついてるよね、あそこ。違う。どういうことだろう。痛い痛い。あ、ナビ？なんか教えてくれる？あいつ。こいつな、これなんか気になるな。違うんかな。やばい。フックショット？違う。爆弾を投げるとか。やめて。痛い。この上乗んのかな。乗れた。ここからフックショットで狙えませんか。どっか、お、いける。あ、間違った。やめて、ここに置くな。貴重な爆弾ちょっと隠しとこう。代わりにオカリナにしとこう。お、どうだ。あ、違う違うね。どうすんだろう。普通にここから飛べば届く？あ、届くのかい。苦労したな。さあどこだ。ここは普通に一本道。セーブしておこう。さあ
こっち行ってみるか。うわぁ、なんか来た。ライフ出してくれよ。危ない。扉発見。いやもうライフがないんですけど、ハートが。お、なんだ、ハンマーか、コンパス。ハンマーの方が良かったな。さあボスの場所が分かりますよこれで。あ、1階なのね。了解。あ、でコンパスがあると宝箱の場所も分かるんだよね。おお、この部屋にあるな。そして5階にもありますね。いやー、まあ妖精の瓶3つ持ってるから、まあボス戦に残しときたいけどな。1個は使うかもな。これえ、危ない危ない危ない。あー、これ炎、なるほど。あー、痛い。抜けて、オッケー。怖い怖い。通れるとこ、あー危ない危ない。通れる、あ、いたー。そういうことね、通れる場所と通れない場所があるのね。おお、こっちはいける。おお、あ、壺がある。壺回収した。痛い。いやーマジか。どっちも無理なの。何それ、行き止まりかよ。こっちはいける、いける。こっちはいけ、危ない。こっちはいける。あ、いけないのかい、何それ。え、ここ全然通れないの。あ、こっちからいけんのか。なんだよ、ライフくださいよ。あ、嘘でしょ。そっち端っこ、ライフちょうだい。あ、変なとこ投げちゃった。よし、端っこ通らないとダメなのね。こんな感じでカニ歩きで、よし、なんとかちょっとライフ回復したぞ。ちょっと待ってね、マップ。この部屋にまだあるよね、部屋がもう一つ。こっちか、ってない。あ、そこにある部屋。痛い痛い痛い。この野郎、ライフ出せ。よし、ライフ出してくれた。で、小さな鍵、もう最後の1個だけど使うか。どこだこれは。あ、この子またいるよ。やめてくれって言ってるよ。どうやって開けてあげれるんだろうこれ。なんかあるか、仕組み。特にないね。こっからは開けれないのね。オッケー、待ってろ、助けてやるからな。うわー、また迷路。え、どういうことだ。さあ、また進むのか。あ、スイッチあるね、あそこに。痛い痛い痛い、この野郎。あいつ撃てい。えい、どっち。いや怖い怖い。あ、乗れるの、ジャンプで取る。あ、消えちゃったじゃん。おい、嘘でしょ。よし、押せた。何、え、カチ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 言ってるな。痛い。え、なんかカチカ、もう一回スイッチか。また時間制限あり。あ、あの扉っていうことね。開いた。まずはルートを掴まないと無理だな。
こっちだな。で、こっちからこういって、こっちは？あ、いけるの？うそー。よし、ここでしっかり、あ、爆弾も回復いいね。オッケー。で、浮いたー何この偽扉。え、戻れなくなっちゃったじゃん。え？これ扉的なの？あー、なんか言ってたな。偽扉はなんか爆弾でとか言ってたような気がするぞ、あのあいつが。ちょっと待てよ、投げればいいか。違う、ほい、あ、間違った。こいつを倒す。どうだ、やったー、破壊できた。あ、扉が出てきたぜ。セーブしておこう。よし、行こう。なんだ、あ、この音楽はボスか。なんだこいつ。ナビ、フレアダンサー、まず炎の衣を消すの方法どうやって。ナビ、いやー、これこれどうすんの。痛い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 。あいつ、痛い。ナビ教えてくれよ、痛い。ナビ、いや、ナビに聞きたい。炎の衣を消す、どうやって。爆弾とかかな。うわー、だってこういうくるくる回るやつは爆弾だよね。爆弾数が少ないんだけどな。逃げろ。あ、消えたぞ今。あ、なんかちっこいやつがおる。よしよしよし、待てこの野郎。あ、めっちゃ弱いじゃん、このちっこい間。いけるこいつなら勝てる。待てよああ、また炎か。オッケー、そういうことね。どうだ、やったか。まだか。爆弾くらえ。よし、チャンス。うらっ、あ、届かない。時間がないぞ。あー、くっそー、またこの繰り返しね。どうだこの野郎。よし、やった。待てこの野郎。早くしないと。あいい勝負、来い、こら、やっつけたか。あ、ダメだ。よし、もうやられちゃうよ。
また？まだか。あと5発しかないよ、こっち。かかってこいよ。あっ、やつ、もう一発。くわ、覚悟しろこの野郎。痛い。やった。何あいつ強かった。なんか報酬はないのかよ。あ、何これ。ハートの器くれてもいいよね。セーブ。さあ行こうか。マップ確認。4階ですね。またでも5階に宝箱があるんだよね。5階を目指すのか。なんだ。とりあえず回復したいな。なんかスイッチあるけどな。明らかなスイッチが。まず下見しようか。あ、金網登るのね。これ押してみようか。はい、はい。あ、また時間制限のやつだな、これ。上から撃ったりするのかな。あ、結構近いけどね。上から撃ったりできるかな。真下に撃つのできるかな、弓で。あ、しまった。っていうか弓だと遠いからきついか。真下はきついね、これ。真下きついか。これギリギリまで立って、お、真下に撃てるか。撃てない。くわ、ちょっと待って。もう一歩前、もう一歩前。いや、怖い怖い、落ちる。違うよ、フックショットじゃなくて弓で。あ、撃てんじゃない。フックショットでもええよ。できるんかい、フックショット。間違った。ごめんなさい。何度でもフックショット。落ち着いて登れ。これ一回経験したパターンだからね。あ、上に敵がいたら嫌だな。どう、大丈夫、足元大丈夫。よし、いけた。こまめなセーブしておきましょう。さあ、この部屋に宝箱あるよ。なんだこれ、スイッチか。え、あれ、なんかちょっと動いてるけど、爆弾かなこれ。爆弾っぽいね。貴重な爆弾を1個置かしてもらおうか。え、違うの。何これ、なんかちょっと動いてるけど。あ、上にスイッチがある。ちょっと爆弾しまっとくね。爆弾間違って出すと嫌だから。スイッチ押すと宝箱の火が消えた。あー、これってもしかしてここを進んでいくの。やだなー、こういうの苦手。あ、シャカ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 言ってるから、これまた時間制限ありか。ちょっと嘘でしょ、この時間制限ありはきつい。こういってあそこまで登るの。うわー、これ時間がありますよ。私の苦手なやつだ。
こっちルートから行くと、どうなの？あ、違うね。え、あのルートでないとダメなのかな。こっち回ってきたけど、あー、だいぶ遠回りできたのね、ここまで。あ、おらおらおら、ちくるんじゃない、弓で撃て。 OK、ライフがピコピコ言っててごめんね。さっきのあのどこ行った？弓で撃ってもダメなのかな、スイッチを。あ、ダメだね届かないね。あのスピードいける？あ、いたー、やめてこの野郎。やってくれたな、妖精の。やっぱり頑張って細い道行かないといけないのね。よし、頑張ります。まあ最初の1回ぐらいみんなに見せようか。行くぞー。アナログスティック大の苦手なのにできるわけねえだろこれ。マジか、いけたビギナーズラック1回でいけた。もうアナログスティックを離さずに勇気を持っていきました。メガトンハンマー来たー、嬉しい、これは嬉しい。意欲が高い。だって、うわ、なにこれ、メガトンハンマー。おお、何を壊せるんだろうこれで。敵と戦う時も使えるのかなこれ。すごいね。さあボスのとこにあとは行けばいいんだろうか。これ右側取ってないけどね。で4階は部分部分しか行ってません。3階は全部行ったね。で2階も全部行きました。1階の宝箱どうやって取るんだろうね。多分でもゼルダの仕組みからするとさっきのだ。飛べ、絶対ここでしょ。ここ乗ってメガトンハンマー、やっぱりなうわ、何これ、どここれ。だいたいメガ、あの、なんかアイテム手に入れた時はすぐにね使う場所があるという。おお、面白い。あ、面白いメガトンハンマー。お、この野郎痛いな。あれ、見失ってるよ。あ、弓をちょっと装備しておきたい。まあちょっと待ってね、弓が左の方がなんかいいんだよね。でハンマーが下にしようかな。撃て、 OK。 さあこの部屋はなんだ、こっち、これ何、あ、回復。あ、これ壊すやつじゃないな壊したらダメなやつじゃない、
敵来てるよ。痛い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 。痛い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 。なんだここ。え？メガトンハンマーかこれ。え？違うな。うわ何この部屋わかんない。壊しちゃったけど。あ、そういうことですか。メガタンハンマーありがとう。でこれスイッチ。おおシンプルね。嘘でしょ。頑丈な鉄格子で守られてる。手では開けられないよ。あなんか重しを残す。あさっきのやつか。そういうことね。あの木のやつやっぱり持ってこないといけなかったんだ。持ってきたよ。置くよ。まさか奥でもう一個いるとかないよね。なんだここは。あまたメガトンハンマーっぽいなこれは。叩いちゃいますか。なんだここは。ちょっと待って。状況がつかめない。あ3階、3階の外。宝箱のある場所はなんだここ。敵がいるぞ。とりあえず撃っちゃおうか。え違うの。えどここれ。なんか降りたら戻れないとかない。大丈夫。あここ中央。え宝箱がある場所だよねこれ。お、どうした。ナビ突っ込んでくる前に倒して炎でデクの盾燃やされちゃうよ。そうなの。この子何。あナビか。ここから下が覗けるよ。確かダルニアさんがいた部屋じゃないのかな。え下覗ける。あここ下に行くの。えこれ降りたのまずかったか。私どっからどっから。ここか。登ってさらに登ってと。あーちょっと待ってよこれ。まだまたあるじゃんこれ。このスイッチ錆びついてる。ええー、叩いて。よし。あなんだここ。あしまったー。おー降りちゃったー。わ最悪ー。ちょっとまたここに戻って。やっちまったよ。あのメガトンハンマー取る前のセーブしかなかったから、もう一回メガトンハンマーのとこ行ったらまた一発でいけたよ。これどうすんだ。ん？ロックショットかな。違う。届いてないか。もうちょっと前で。違うね。ここじゃないのか。わかんねえぞ。
わからないね。あと1階がまだ行ってないのね。5階はちょっともう取り逃してるよね。どうなんでしょうか。ボスの部屋のって鍵があったよね。どうやったらいけるん、なんか下にあのゴロンの一族の子いたけどね。ちょっとわからないのでね、誰かに聞きたいと思います。今回はここでちょうどね時間なので区切りたいと思います。次回の宿題ですね。それではまた、さよなら。メガトンハンマー。